もう正直酒癖は僕の点の中でも一に割らそうぐらい悪い,悪いです。それは売れてきても変わらなかったです。でもあることがきっかけにちょっと酒のものも今控えてるみたいなんですけども。で、ある時に朝4時ぐらいかな。僕家で寝てて。じゃ、あの、キャンキャンの女の子から電話かかってきたんですよ。モデルの女の子から。坂田里香子ちゃんというもう結婚しちゃったんですけど。えー、その彼女から電話かかってきて。で、ガーシュ起きてたって言うから、いや,いやいや寝てたよと。で、ゴー君一緒って言うから、 いや、ゴーとは今日会ってないよって話をしたときに、まあ実は、えー、ゴー君に呼ばれてると。でも連絡がつかなくなったっていうから、いや、酔っ払って寝てんちゃうかみたいな話をしてて、もう一回連絡してみって言ったら。まあ連絡ついたって来たから、ああそうなんだ、まあ楽しんでって話で終わってんけども。まあその後30分もせんうちにまた泣きながら電話かかってきて。で、どこにいるっていうか、いや、だから家で寝てたでって話をしたら、ちょっと話を聞いてほしいって言われて。何があったんっつったら、 で、どこにいるのっていうかいや、俺家渋谷、その時渋谷やったんでね。あの、渋谷におるよと、渋谷の家におるよって言ったら、そこに行きたいけど、見行かれへんみたいな話になって、なんで行かれへんのって話をしたら、まあ、その話っていうのが、いや、ゴーに呼ばれてゴーの家に行ったと。で、ゴーの家に行ったところで、ゴーが、まあもちろん、喋、えー、る間もなく寝室に連れて行こうとしたから、いや、ゴーくんあかんって、私、セリアと。今日できないよって話をしたら、あのー、なんとその時ゴーが、 あの、帰れと。ぶち切れたらしいんですよ。まあまあ、セーリアルに何しに来てみたいな。用ないから帰ってくれと。って言われた時に、いや、私、ゴー君にウーバー呼ばれて、ここまで来たけど、財布も何も持ってきてないし、言ってんかお金ないって言って。どうやって私帰んのって言ったら、いや、お前のカバンの中に1万円投げ入れてるから、その1万円でタクシーって帰れって言われたと。で、まあ、そこまでは良かったんですけど、 で、彼女も外出てタクシー拾おうと思ったんですけど、まあ彼の住んでるマンションってなんか迷路みたいになってて、多分初めて行った人、出口までなかなかたどり着かないんですよ。で、どうやって出るかもわからんかったみたいで、泣きながら電話かかってきて、このマンションから出れないと。で、結局彼女がした行為は、柵を乗り越えて、手傷だらけになって、転き落ちて柵から納げって、やっとマンションから飛び降りたんですよ。で、その後また電話かかってきて、5億の入れてくれた1万円、入ってないと。 じゃあ、ゴーにもう一回電話してウーバー呼んでもらいって俺が言ったら、まあもう電話出てくれないと。だ結果、ゴーは1枚入れてなかったんですよ。彼女のカバンの中に。で、どうしたらいいって泣きながら言うから、結局僕はウーバー呼んで。で、とりあえず話をしたいというか、ん日まで呼んで。で、そこから俺起きてそのことはいろいろ話したんですけども、まあゴーに、まあ無理やり呼び出されてで、しかも行く気はなかったけども、もうウーバーも呼ぶから、とりあえず来てほしい、絶対来てほしいって言われたから行ったと。 で、言ったらそういう扱いと会いたくないし、二度と行きたくないってこと言われて。でも俺も彼女にも怒ったんですよ。ふらふら行くお前も悪いでと。うん。ゴーがどんな性格か知ってるやん、つって。まあ俺の中で有名なんで、ゴーの女好きも含め。酒癖悪いのも含め。あいつがやっぱり友達減らしていっていうのはもう確実に酒のせいで僕は思ってるんで。まあ今まで本当に記事にようなってないなと僕は思ってます。それぐらいゴーに関しても爆弾いっぱい持ってます。ゴーのケツ吹いたのも一回二回じゃないんで。 でゴーというのすごいところは、ケツ吹いてもらったこと当たり前やと思ってる節があるんですよ。なんやったら記憶消してケツ吹いてもらったことないぐらい言うと思います。だから僕はゴーのところの社長、当時の社長ですね、今小栗旬君が社長なんで、マタさんにはすごい言われたのが、ゴーはいつも言われたのは、東君としか女絡み遊んだあかんぞってゴーはいつも言われてます。僕はちゃんとフォローして、全部ケツ吹いてきたんで。でもやっぱりゴーは、それ守らないんですよ。女好きやから、 あちこち行って、女遊びして、やけどして、俺のとこに泣きついてくるんですよ、最終的に。もうほんまに多かったです、ゴーはトラブル。で、僕は別にゴーに何かされたわけでもなかったんで、仲良くはしてたつもりやったんですけども、まあある時ゴーが LINE がなくなって、で、LINE 消えたなと思ったら、電話かかってきて、まあ LINE 変えたと。あ、じゃあ教えてよ、と俺が言った時に、 いわゆる QR コードとかで LINE を登録するやり方が分からんから、また誰かに聞いとくねって言ったのも、そのままスルーされたんですよ、ずっと。で、結局 g o とはその後ショートメッセージのやりとりです、ずっと。でももちろん g o との LINE のやり取りなんか全部残ってますよ。いろんなことやりとりしてるんで。まあその辺の時点で、あゴ Go は俺に対しても見切りつけたんやなと僕は思ってました。だから今回こういう問題が起こった時も Go から電話は一切ないです。だいたい Go だけじゃなく Go の事務所には僕いろいろしてるんですけど、 まあそれも含めて暴露されてええってことなのかなと僕は思いました。はい。